こんにちは。今日は、大和政権の続きを見ていきたいんですけど、前回の動画では市政制度っていうものについて、やっていきましたね。で、今日は、その続きの、朝鮮半島の情勢なんかを見ていきながら大和政権の拡大について、やっていきたいと思います。で、まずはじめにここに書いたように、6世紀の朝鮮半島っていうものを見ていきたいんですけど、これは結構なかなかいろいろなことが起こっていて、まず地図の復習から入りたいんですけど、皆さん高句麗と百済と新羅と加谷諸国がどこにあったかっていう位置関係を覚えていますでしょうか。今日はその確認ということで地図書いたんですけど、まず高句麗ですね。で、ここが新羅、ここが百済で、ここが加谷でしたですね。で、どういうことが起こっていたかっていうと、まず高句麗がここに書いたんですけど、高句麗が南下してくるんです。こう南下してきて、で圧迫されるんですね、新羅と百済が。で、まあ、新羅も新羅でこういうふうにやってこようとするから、どんどんこう押されて、百済っていうのが窮屈になってきちゃうんですね。圧迫されてしまって、でそれで日本はそのこういう情勢を、百済を援助することによって、なんとか自分たちもここにあれを持ってるわけですから、朝鮮半島での地位を優位にしようということで、百済を応援しようとするんです。それで、前回やった市政制度で近江と村治っていうのを、やりましたね。それで、この時代に力を持っていたのは、大友氏っていう人たちなんですけど、それは村治ですね。大友は村治なんですけど、その中で大友の金村っていう人がこの時代政治で権力を握っていました。で、大友の金村が何をしたかっていうと、加谷4県っていうのを百済に割譲しちゃったんですね。これはすごい秘密で行われたことなんですけど、結構とんでもないことなんですけど、つまり自分の国土、自分の持っていた領土っていうものを百済にこっそりあげてしまった、この人は。で、そういうことが知られざる場所っていうか、その背後で行われているんですね。で、これをちょっと頭に置いておいてほしいんですけど、で、これとは別に、527年に、筑紫の国の都岩井の乱っていうのが起こるんです。筑紫の国の都岩井の乱っていうものが起こるんですね。で、これが、どういう乱かっていうと、まずその朝鮮半島で日本の情勢がその、百済が弱くなっていて、日本の情勢もまずいっていうことで、日本の人々が、それを立て直そうって、加谷諸国とかをもう一度こう強くしようっていうんで、軍隊を組んで派遣しようとするんです。ちょっと変わった名前なんですけど、近江のケヌっていう人が中心となって、ちょっとみんな集まってこいよって言って、朝鮮半島に行って、ちょっと助けてこようぜっていうんで、この人が、軍を作って、行こうとするんです。ところが、これが、筑紫の国の都岩井っていう人に、北九州なんです、九州の人なんですけど、に阻止されてしまうんです。っていう、よく考えてほしいんですけど、つまり日本は、自分たちのために行こうと思ったのに、同じ日本の仲間っていうか、同じ
和国の人々に阻止されてしまうんですね。でこれはなんでこういうことが起こるのかって思うと思うんですけど、これは非常にちょっと、まあ、ダークな話なんですけど、なんと、この人っていうのは新羅に賄賂をもらってたんですって。だから、賄賂をもらってこっそりこういう人たちが朝鮮半島に来るのを阻止してくれっていうんで、そのためにこの人は反乱を起こした。まあ、結局この反乱っていうものはその大和政権のものによって抑えられるんですけど、こういうその国内でこういう反乱が起こるっていうのはどういうことかっていうと、その大和政権の勢力の拡大に反対する勢力っていうのが次第に出てくるってことなんです。どんなその世界史とか日本史で見てどんな時でもそうですけど、あんまりにも力が強くなった人っていうのは必ずそういうふうに平和にずっと続くわけではなくって、絶対どこかで反対勢力っていうものが出てくるわけなんですね。だからローマ帝国、世界史のローマ帝国なんかもそうですけど、領土拡大してったと思ったらやっぱりどっかでほころびが出てきてしまうっていうことなんですけど、これもその大和政権の地方にどんどん勢力を拡大していくのを面白く思わない人たちがいたっていうことなんですね。はい。で結局これはまあ普通になんとか抑えられて、終わったんですけど、こういうことが起こってで、562年には、新羅が彼を滅ぼしてしまうっていうことが起こるんです。まあ、つまり結局日本は、朝鮮半島におけるこういうせっかく持っていた土地っていうものを失ってしまうことになるわけですね。朝鮮半島の情勢が変わることによって。で、ここで一つこの年号をちょっと書いたんですけど、この間に、前にやったうちの中で何か一つ文化史的に大きなことが起こってるんですけど、ピンときますかね。これっていうのはこの間に、仏教が日本に伝来しています。で仏教っていうのは、百済の、清明王っていう人からが日本に伝えてくれたって言われてるんですけど、この間に、仏教が来る。仏教伝来、これは年号にまだあれがあって、ゴミは午後に行って覚えてもらったと思うんですけど、これはちょっと年号は分かんないとしても、この間に仏教が来てる、百済から仏教が来てるっていうので、百済っていうのは文化的には非常に発達してたんです。日本のどんどん先を行っていてすごい発達してたんですけど、戦争はまあどうも強くなかったっていうことで、朝鮮半島でもどんどん立場が狭くなっていってしまう。まあだから戦争も強くて文化も優れてるみたいな、こううまいことはなかなかいかないっていう、まあそれはなんか人生の摂理的な感じも感じるんですけど、で、こういうふうに結局新羅とかがどんどん力を伸ばしていってしまうっていうことなんですね。はい、でもちろん、この後にですね、この後にっていうか、なんだっけ、大友の金村が加谷諸国を百済に、こっそり上げていたっていう話をさっきしたばっかりなんですけど、それはバレるんです。悪いことするとバレてしまうっていうのも、まあ、人生の摂理的なものを私は感じるんですけど、バレてしまってもちろん失脚しますよね。力を失っていってしまうわけです。で代わりにどういう人たちが出てきたかというと、まず物部氏ですね。この人たちも、村氏の系統、大和政権の軍事のことを任されていた人たち、氏族なんですけど、物部氏っていうのがまず一つ。それと、かの有名な
な蘇我氏ですね。蘇我氏っていうのは、村氏じゃなくて尾身の方から来てる、人たちです。こういう人たちが今度出てくるわけなんですね、大友氏の次に。で、この2つっていうものが今度は対立を深めるわけです。覇権を争って、対立を深めるで、この2つっていうのはどういう点で対立していたかっていうと、もちろんその勢力をめぐってっていうのもあるんですけど、さっき話した仏教の受け入れ方について、戦いっていうか対立していたんですね。で、物の目っていうのは仏教に反対だったんです。廃仏で、それに対して蘇我氏っていうのは数仏、仏教がいいじゃないかって仏教を結構崇めるような意見で対立していたわけなんです。で、結局この2つっていうものは物部氏が敗れて蘇我氏が二権力が移っていって、このあとどんどん推古朝とか推古天皇とかが出てくるような時代、飛鳥時代なんですけどね、その時代に蘇我氏っていうものはものすごく力をつけていって、中心的な政治の中心的な地位に立つんですけど、この2つの対立から蘇我氏が出てくるようなところは、次回の動画でじっくりやりたいと思います。今日はここまでにします。